田代博士は、日本の地理学者、地理教育者。元筑波大学附属高等学校教諭、日本地図センター相談役、富士山をこよなく愛す。1950年、広島県尾道市生まれ。1972年より、神奈川県立高等学校教諭。1997年より、筑波大学附属高等学校教諭。 2014年3月退職。42年間の高校教員生活を終える。2015年6月より、日本地図センター上無理事地図研究所長。2017年6月より、同相談役。山の展望と地図のフォーラム代表。東京大学空間情報科学、研究センター協力研究員。2007年より、NHK 高校講座地理講師。 精神女子大学非常勤講師、2011年より、専修大学、2013年より、明治大学、2014年より、お茶の水女子大学非常勤講師を務める。元地図地理検定委員会委員長。就職直後に通勤中の交通事故で骨折。そのリハビリで山歩きを始め、山に興味を持つようになる。2016年8月日本百名山関東。 最後の山が宮の浦だけ。山岳展望図の作成をはじめ、山岳展望に関する様々な事柄を調査し本にまとめている。最近は富士山展望の専門家としてマスコミに登場することも多く、特に富士山が世界遺産に登録されて以降、テレビにもしばしば出演している。2017年1月北限からの富士山撮影が、 メディアで話題になったが、その際も、証拠写真の鑑定を行っている。山岳展望、富士山に関する著作が多数ある。ダイヤモンド、富士やトンネル、富士など、富士山に関わるユニークな写真の撮影でも知られる。2016年7月、地図についての著作を11年ぶりに刊行2011年2月、日本国際地図学会、厚労省受賞。 2014年6月、国土地理院により、平成26年度、測量の日における功労者感謝状を贈呈される。2017年5月、川又町より花塚山に関する感謝状を贈呈される。2020年1月14日、急性骨髄性白血病に罹患していることが判明。その後2月より入退院を繰り返していたが、9月4日、 以降ホームページや SNS の更新が止まる。2021年2月19日、成居。ハンドルネームとして、過去、山を望むを使用していた。ありがとうございます。